ちょっとねアプデが来たんでまたやってみようかなと思います。みんなで推理というゲームなんですけども、まあウミガメのスープとかアキネーターをまあ合体させたようなね、ゲームでして、まあ向こう側が AI なんですよ。で実際キーボードを使って、こちら側プレイヤーが質問できると。で、お題の、まあ、キャラクターなり、場所なりいろんなね、個別のまあワードをこっちで当てるっていうゲームですね。まあお題がドラえもんだったら青いですかって言ったらはいってね、国民的アニメですかって聞いたらはいみたいな、そんな感じでいろんな質問をしながら、答えていこうっていう、あれなんですけども、これがね面白くてね、アップデが結構来たんですよ。で前回まではこのキャラクタークイズも初級とかしかなかったんだけど、このキャラクタークイズも中級とかね、ちょっと難しめのキャラクターのやつが出てきたり、まあなんかオリジナルでね、なんかみんなが勝手に作ったような、クイズとかも出てるんですよね。なんかこれ面白そうだから、初代ポケモンクイズとかね、これはさすがに答えられそうっていうね、ほぼ全国チェーン店とか、ちょっとここら辺もやってみようかなとは思ってるんですけども、まあ案外ね初級でも難しいんだよね。結局なんか結構なんかやっぱ範囲が狭いからさ、ワンピースのキャラクターだけとかやったら頭の中で言うけど、もうなんか利害のなんかね、アニメとか漫画とかも出てきちゃうから頭の中で。じゃあちょっとキャラクタークイズからいきますか。で前回あったかどうか分かんないんだけど、ここにねボタンを押し続けると音声入力ができますってボタンがあってですね、男ほらこうやったらもう勝手に打ってくれるのよ。これマジで神がかってる。分かりません、性別に関しては明確ではありません。あら男か女か分からない。人間ですか、便利、いいえ。ロボットですか、めっちゃ便利。これは負けるな、時間が。いえ、ロボットではありません。可愛らしいキャラクターです。男か女か性別がない可愛らしいキャラクター。はあ。モンスターですか？あ、ピカチュウとかだったらね、性別があったりとかしないわけじゃないですか。送信。はい。モンスターではない。なるほど。ポケモンじゃないってことね、もう、これは実質。動物ですかって聞こうか。動物ですか？これめっちゃ便利だな。ノーストレスですね。はい。大きいですか？象だったら大きい。ネズミだったら小さい。いいえ、小さいです。日本語を喋りますか？すごいな。精度半端ないな。滑舌がいいんでしょうね。はい。日本語を喋ります。なるほど。でももう、ピカチュウとか、そういう感じではない。男かどうか分かんないってことはもうミッキーとかでもないよね。正解率も 30% しかないからね。何を聞けばいいかな。漫画の登場人物ですか、いいんじゃない。はい、漫画の登場人物。週刊少年ジャンプに関係ありますか、めっちゃアキネーターがしそうな質問。少年ジャンプは関係ありません。少女漫画に関係ありますか、いいねこれ早い。タイプをする必要がない、少女漫画には少年漫画ってことかな。歴史に関係ありますか、歴史ものとかありますからね。歴史や、これは架空のキャラクターです。ああなるほど。歴史でもない、少女漫画でもない、当てたいね。戦いますか？これ結構大事よ。戦うキャラクターではありません。戦い系じゃない。で、可愛い。でも漫画に関係ある。アニメに出てきますか？これで有名度が測れる。アニメに登場します。映画になってますか？どうでしょうか。映画化されたかどうかは不明です。あーちょっとマジで何もわかんないな。絞れてない、絞ってるより絞ってない。サンリオは関係ありますか、どうだ、関係ないね。サンリオは関係ない。あとキャラクター、ディズニーは関係ありますか、どうだ。ディズニーは男女結構出てるよね。
キャラクターってまあ大抵男女って出てたりするけどね。小さい。ネズミですか？ネズミじゃない。鳥ですか？どうだ？鳥じゃない。ウサギですか？ウサギじゃない。これ初級なんだよね。 30% はもう初級じゃないけどね。ね、正解率、ちょっとマジで難しいな。動物なんだよね。人間に飼われてますか？これ両質問じゃない？飼われてるわけではない。え、野生の動物ですか？どうだ。いいえ、違います。飼われてないけど野生じゃないの？どういうことなんですか？全然ピンとこないんですけども。戦わない。でも普通の、なんだろう、日常というか歴史でもないから、普通の現代社会における。森に住んでますか？お、住んでるその場所は自然が豊かです。でも野生じゃない。自然が豊かなとこでにいる動物。アライグマですか？もうラスカル一本一本あれだけど、いいえ、ラスカルじゃない。これマジでわかんないぞ。もうシンプルに犬ですか？一番多い。猫みたいに見えるよ。猫ですか？見えるよってなんだよ。お、教えてくれた、ありがとうね。猫、猫の野生にいる猫。あんまり大自然豊かなところに猫住んでないけどな、森とかに。え、森に住んでる猫。何、森に住んでる猫って。オスメスわかんないってのもよくわからんしな。マジで何これ、超難しいんだけど。中級やばいだろ。じゃあ主人公ですか？これ気になるね。彼は主人公ではありませんが、主要キャラクターの一人です。はいはいはい。これマジでむずいぞ。これ全然頭に出てこない。主人公、主人公じゃない。森にいる猫。猫なんだよな。何色だ？黒色ですか？黒じゃない。三毛猫ですか？違う。普通の色じゃないんだな、別に。いわゆる色じゃない。でも誰かに飼われてるわ。俺マジで出てこないわ。俺知ってるかな？当たり前の。いや、これもうなんか、これ、あれだよな。なんかもう、頭の中にもう全くないんだな。週刊少年マガジンに関係ありますか？すごい。これパッと言ってくれるの。少年サンデーに関係ありますか？おい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 、どういうことだ。え、いや、なんだこれ、全く出てこない。最近の漫画ですか？これ大事。最近の漫画、最近の漫画知ってんのかな。国民的な作品ですか？ちょっと待って、これなんでわかんないのになっちゃってるじゃん。じゃあ俺ちょっとわかんない。猫、森に住んでる猫。本当に猫なのこれ？なんかちょっと変な感じになってんじゃないのこれ。普通の猫なんだよな。森に住んでる普通の猫で、いわゆる少年漫画ではなさそうな気はします。はあ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 。で、戦わないんだよな。だからもう、で、日本語喋んだ。喋る猫だ。ニャースですか？猫っぽいけど違うキャラクターです。喋る猫ってもうニャースしかいないだろう。喋る猫。私の弾知りませんかみたいな。なんか、でも漫画、国民的まではいかないか。やばい、これ負けた。これやばいな。こっから。戦うもんな、ニャース、そもそも。喋る猫。喋る猫。喋る猫。なんだ、喋る猫って。
喋る猫、喋る猫。俺はもうダメかもしれない。喋る猫のキャラクターが何一つ思い浮かばない。喋る猫、なんだ、なんかにゃんこ先生みたいなのいたよな。あんまり知らないんだけど、先生ですか？どうだ、教える立場ではなさそうです。そうですか。あ、でも少女漫画じゃない、セーラームーンにも猫いたなって思ったんだけど、なんか黒色のさ、でも黒猫じゃないって言ってもね、白色の猫もいるよね。魔女の宅急便、でも大自然だもんな、黒猫だしね、そもそも。え、じゃあ俺そもそも知らないな、他に喋る猫っていうものを知らない。魔女関係ありますか？おー、みんなすまん、一問目から完全敗北やもう全然わからんわ、完全敗北ですいません、やられました。皆さん10分間レトルトは戦いましたが無理でした、わかりません。はい、どの点についてわからないか教えてください。質問にお答えしますよ。なんか間違ってませんかねえ。いえ、いや間違ってないよ、質問続けてみてね。なんかちょっと距離感縮めてきたんだけどこいつ。本当か、なんか間違ってたら俺文句言うからな。わ、それあったとかならないと思うんだよ俺。八割ちいかわ、八割ってなんだっけ、俺ちいかわそんな、八割はあれか、あのそっか、あのなんかどうにかなれーのやつか、まあ、ちょっと見たかった、これ猫、確かに大自然、あー喋る猫あれ猫、まあ、猫か八割だから、くっそ腹立つ、確かにな、八割か、なるほど、喋る猫戦うんじゃないの、八割って、八割って戦うだろう、おいおかしいだろう、間違ってんじゃねえか、八割はさすまた持ってなんとかなれって戦ってただろう、あれギルドとかなんかちょっと RPG みたいな世界観なんだろう。ちょっと俺やってんな、これ俺が悪いんじゃないよね、戦うもんね、一生懸命戦ってお給金もらってんでしょあの猫、そんな知らないけど。人間ですか？ちょっともっとパーセント低くない、初級だよね、初級、違います。動物ですか？ちょっともう先に中級に行く前には初級を超えなきゃいけないのよ。ロボットですか？ロボットじゃない。モンスターですか？お、来た、モンスター的な特徴を持っています。戦いますか？はい、基本的には戦いを好まない性格、あー戦わないモンスター、なるほど、ちょっと難しいこと言うな。ゲームのキャラクターですか？はい、ゲームのキャラクターではない、はいはい。漫画のキャラクターですか？これ28番だから結構難しいんだよな。主人公ですか？はい、主人公ではありません。少年ジャンプのキャラクターですか？はい、お願いします。少年ジャンプのキャラクターではない。ちょっと1個ぐらい間違えるからなこいつ、さっきもな、戦うっちゃ戦うもんな。まあそれとは関係なく一切思い浮かばなかったけども、主人公ではなくて漫画のキャラクター、そうね、モンスターか。空を飛びますか？これ大事。飛ぶことはできません。はい、小さいですか？はいはい、まあそんな大きくないですねそうですか。うん、また8割じゃないの、大丈夫かこれ。漫画のキャラクター、ちいかわ関係ありますか？あ、ちょっと待って、ちいかわは関係ありますか？いいね、関係ない、ちいかわ関係ないって、クソやられたな。ちいかわは関係ない、ゲームのキャラクター、ゲームのキャラクターではない、空を飛び、小さい、なんだ、漫画でモンスター、飛ばないモンスター、猫ですか？結局猫多いからな。いいえ。犬ですか？
ん？犬じゃない。まあ、モンスターだもんな。スライムですか？モンスターといえばスライム。スライムじゃない。マジで難しいぞ、これ。少年、漫画のキャラクター。アニメ化していますか？戦いを好まない。アニメ化されてます。最近の作品ですか？これさっきと同じになるぞ、これ。昔からある作品です。さっきはちいかわ新しめだもんね。昔からある作品。ジブリ関係ありますか？ジブリももともと漫画だったりするからな。ジブリは関係ない。なるほど。モンスター。ファンタジーな世界観ですか？これ大事よ、モンスター。ファンタジーな世界観。はい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 。戦わなくて、漫画のキャラクターで小さくて、ファンタジーな世界観。主人公の友達ですか？どうだ？ああ、やっぱそう、主人公の横にいるような、まあ、サトシでいうピカチュウのような存在なんだよな。間違いなく。これ、難しいな。人にしてほしいな。絞りにくいな。人間の言葉を喋りますか？これ大事。あら、喋る。喋るモンスター。喋るの？あんまいないと思うけどな。どんなモンスターなんだろう。モンスター、モンスター的な特徴を持っています。黒色ですか？いいえ。赤色ですか？これちょっと遠そうだな。青色これちょっと無事、くそー、こんなはずじゃなかったのに。難しい。キャラクタークイズがすごく難しくなってる。こんな激ムズになってる。これ破れるぞ、これ。みんな分かってんのかな？まあ、さっきはね、あんまちちいかに詳しくなかったってのはあったけど。誰でもして人気。主人公は戦いますか？主人公は戦うことが多い。でも、横にいる子は戦わない、この子は。主人公は剣を使えますか？もうこれに対する質問じゃないけどね。主人公は魔法使いますか？俺知ってる、これ。魔法は使いません。ああ、なるほど。映画化していますか？やべえ、もう激ムズすぎる。映画化されている。ハリーポッターとかではないんだもんね。モンスター、知ってる俺。何戦うの？主人公は肉弾戦をしますか？アホだ、質問。彼は戦術的な方法を使うことが多いです。え？戦術的な方法って何これ？軍師的な？なんだ戦術的な方法って。鹿丸か？頭を使って。主人公は頭がいいですか？特に頭がいいわけがあり、いいわけではありません。嘘だろ。これもうわかんないよ、俺。え？わかんない、これ。何を質問すればいいかも。オスですか？オス、ポケモン関係ありますか？ないよね。ポケモン関係ありません。そうだよね。モンスターもでね、主人公はこう、なんだろう、戦術的っていうから、こう、なんかね、まあ、命令をするというか、そういうわけじゃない。いや、これわかんない。ごめん。ちょっともう、時間もったいないから諦めて次行くわ。ネズミ男！ネズミ男。全然可愛くないじゃん。ネズミ男、主人公は戦う、肉弾的、戦術的に戦う、いろんなものですか。ネズミ男、
むずネズミですかって聞けばよかった。ネズミ男、まあ、戦うの好みじゃない。ね、あんま有名、30。なんか問題の正解率低いな。人間ですか。ごめんな、これ。再放送になったらごめんね。もう再放送しちゃってんだけどね。レトルト破れるっていう再放送したにもかかわらず。人間であれ。モンスターばっかやめろ。モンスターですか。モンスター的特徴か。さっきな、まあ、ネズミ男、確かに妖怪モンスター。動物ですか？これ撃たなくて済むようになったのいいね。小さいですか？小さい。主人公に飼われてますか？主人公の仲間に近い存在。なるほどね。戦いますか？はい。時々戦うことがあります。はい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 。でもモンスターじゃないんだ、ないのもね。漫画のキャラクター？はい、漫画のキャラクター。映画になってますか？基本的に映画になってんだよな。映画になってますよ。ゲゲゲの鬼太郎も映画になってたもんな。最近の作品？まあ、ここら辺はもう大事だからな。これは過去から続いてるシリーズです。シリーズ。なるほど。日本の作品？はい、日本の作品か。昭和から続いてる作品？だ、どんだけ古いかだよな。平成か。漫画、動物。ゲームのキャラクター？ いいえ、ゲームにはなってないんだ。なるほど。漫画のキャラクターで昭和からついてる。いいじゃん、じゃあ平成からついてる。今もついてんだよな。今も連載している？こうやって結構限られるよ。ああ、今も。少年ジャンプ関係ある？少年ジャンプ関係しろ。戦う主人公の仲間、小さい。猫ですか？犬ですか？犬では、でも愛嬌があります。なんだそれ。何それ、どういうことだよこれ。動物、小さい。現実にいる動物ですか？これ大事よ絶対。ああ、現実に存在する動物。やべえ、今回は答えたいな。なんか人間じゃないのきついな。限られるはずなんだけどな、人間より少ないから。キャラクターとしては昭和から続く。ファンタジーな世界観？多分違うんじゃない？あ、ファンタジーな要素がある。その作品は魔法を使う？魔法は登場しない。その作品は剣で戦う？どうでしょう。剣で戦うわけではありません。ファンタジーな要素が、ファンタジーな要素があるのに剣で戦わない。え、マジでむずいな。マジでむずくない？今も連載してるか知りたいな。まあ現在が、いつの現在かだから分かんないんだろうな。まあアニメにも、アニメになってるかどうか。アニメになってる？アニメになっている？うん、アニメ化して映画化している。実写映画化している？これ大事。実写じゃあアニメの映画なんだ。はい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 。ディズニー関係ある？ディズニーじゃないこれ。違うか。ジブリ関係ある？まあシリーズなんだもんな。漫画だしな。なんだ？全然出てこねえ。マジで全然出てこねえ。なんでこんな難しいの？なんでこんなに出てこないの？やっぱ50超えないとマジでむずいんだな。戦う。時々戦う。猫でも犬でもない。ネズミ？ネズミじゃない。小さいんだもんな。ネズミのキャラって結構多いからな。鳥？
じゃない。ここさっきみたいな猫って分かるやな。そういうのでかいと思うんだよ。日本語喋るかまだ聞いてないか。人間の言葉を喋る？はい、喋ります。みんな喋んじゃん、この動物。みんな喋る。でも今回はなんかより動物なんだよな。ファンタジーな世界に出てくる動物。映画している。みんなわかります？全然出てこない、これ。マジで難しい。もっと簡単だったでしょう。悔しい。なんだこれ。こんな動画あげたくねえよ。なんだこれ、マジで。なんだこれ。鳥でもない。でも小さい。で、現実にいるんだよな。現実にいる動物なんだよな。ネズミでもない。毛生えてる？これ大事かも。毛生えてる。哺乳類。哺乳類？ここ案外大事かもな。あ、哺乳類か。哺乳類。狼？狼のキャラ！うわ！突然絞った！え？戦わない。今も連載してる。解決ゾロリとかどうだ？子供向けの作品？どうだ？動物が出てる。あ、でも主人公じゃないんだよな。それ聞いてないのか、俺まだ。主人公？てかゾロリってあれだわ。違うわ。ゾロリキツネだわ。狼の主人公じゃない狼のキャラ。狼喋るキャラクターってことだよね。なんだなんだ。狼なんかあんま出てこないと思うんだけど。俺の知ってる作品か？でもジブリじゃないんだよな。狼といえばジブリなのよ、これ。俺知らないんじゃないの？そんなことないのかな？国民的作品？まあでも昭和から続いてたらそうだよな。狼のキャラクターは他にも出てくる？お、狼いっぱいいんの？狼いっぱいいる。狼いっぱいいるキャラクター、主人公の仲間。ジブリとかな、そういう系だったらいいんだけど、いないでしょ、狼のキャラクターなんて。そんなキャラクターはいない。存在しますよ、質問次。腹立つな。何、狼のキャラクターって。もうジブリのあいつ以外出てこないのよ、狼のキャラクターって。おとぎ話？いや、でも昭和、おとぎ話？そしたら狼いっぱい出てくるけどな。子供向けの作品。おとぎ話じゃなくて子供向けの作品で狼が出てくる。狼のアニメキャラクター、みんな出てきてるんですか？僕だけですか？わかんないの。いや、これもう無理。ごめんよ。ごめん。3連敗や。イシシ、ノシシ、ゾロリ。ちょっと、近かったじゃないか。待って。イシシとノシシってオオカミじゃないだろ。イシシとノシシってイノシシだろ、これ。おい、ふざけんな！おい、ふざけんな！狼じゃねえぞ！イシシとノシシは！俺、めっちゃ読んでたからわかんのよ。イノシシなのよ。これやってんな、これ。
まあ俺も一瞬解決ゾロリをねえ、解決ゾロリをあれ間違えましたけど、ちょっとこれ良くないな、これちょっと良くないわ。俺が悪いんじゃなくてこのゲームがちょっと悪いですね。これちょっと待って、一回ちょっとやめるわ。セフィロス、はい、急に人間出てきたな。ちょっとこれはね、僕が悪いんじゃなくてこのゲームがまだねアーリーアクセスなんで、じゃあちょっと中級行ってみようか。ちょっと精度の問題でしたね。これ中級行ってみんなが作った問題行きましょう、これ。まあでも近づけてはいたからさっきのは勝ちだな。もう俺は勝ちですよ、これ。人間ですか？はい。彼女、おお、女性なのね。はい。ヒントを与えてくれた。動物ですか？動物多いのよ。はい。人間の言葉喋りますか？うん。人間の言葉を喋る動物クイズなのよ、今んとこ。全部人間の動物喋りすぎなのよ。小さい？しかも解決ゾロリって漫画じゃないしな、そもそも。漫画になってるかもしんないけど、でも本だしな、絵本だからな。小柄なキャラクター、なるほど。戦う？ 46% だ。でもこれ戦うキャラクターでありません。さっきより正解率高いのはなぜ？戦わないのね。はい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 。最近の作品？はい。最近のシリーズでも人気があります。ちいかわ？結局ちいかわなのよ。違うわ。漫画ですか？どうだ？漫画じゃない。ゲームっぽいな。ゲームですか？ゲームっぽいな、ゲームですか、なっちゃった。ゲームのキャラクターね、来た、得意ジャンル来たよ。戦わないゲームのキャラクターってちょっと珍しいね。喋る女の子。任天堂スイッチのゲーム？そうですね。任天堂の作品？これ大事。あー、なるほど。動物の森とかじゃない？これ、しずえさんじゃない？回答いこう。しずえさん。いけ！やったー！すげえ！ゲームとなればこんなすぐクリアなのよ。これ早いね。これ早かった。出たーにはもうめちゃくちゃ難しいじゃん。ゲームのキャラクター？ゲーム来い！ゲーム来い！キー！漫画のキャラクター？違う。アニメが初出。いいね、それ。わかりやすいね。人間？待って。人間？はい。人間ね。はいはい。ああ、なんか、オーソドックスな出てきたな。ただ知らない可能性ある。5人に1人しか知らないから。男性？おい、男。主人公？まあ、20% だと違うんだろう。お、主人公の1人。主人公が複数登場する作品？ってこと？その作品には複数の主要キャラクターが登場します。で、アニメ。あー、なるほどね。初出がアニメ。結構難しいな。アニメだけで見ることってあんまないのよ。最近の作品？ 1990年。ってことは昭和だ。めっちゃ作品。映画化してる？どうだ？アニメ作品の関連映画があります。なるほど。初出ってことは、アニメってことは、ジブリ関係ある？違う。ディズニー関係ある？関係ない。日本の作品？あー、なるほど。主人公が複数って結構あんまないよね。で、1990年だから相当古いよね。戦いますか？これ大事。彼は多くの戦闘に参加しています。戦闘。剣を使う？これ大事よ。重火器。はあ。おじさん？これ大事。若い男性。シティハンターと関係あるし。少年、あ、でもアニメ初出か。
アニメ書室、アニメ書室ってなんかあんまないけどね。アニメ書室、重火器を使う。アニメが書室、嘘ついてる可能性あるんだよな。ねえ、一個嘘含まれます状態でやってんだよな。人狼要素があんのよ、これ。若い男性。まあ、ゴルゴとかではないよね。働いてる？大事よ。任務を遂行してます。任務。ファンタジー作品？ああ。舞台は日本？日本ではありません。地球や宇宙が舞台。宇宙行くの？宇宙に行きますか？宇宙に行く作品。ガンダム的な感じ？重火器って。ロボットに乗りますか？おお！これ、ガンダム系じゃない？ 1990 年。90年ってことは、エヴァ！エヴァンゲリオン関係ありますか？あれ？ガンダム関係ありますか？きたー！この2択でしょ！でも1990年だったら、ファーストとかじゃないよね。若い男性で、主人公が複数登場する作品。複数だ。まあ、初めのガンダムだったら、やっぱアムロレイが主人公だから、複数じゃないんだよな。ガンダムシード関係ある？ああ、うほほほほ、教えてくれた。無口？ウィングガンダムのキャラクターらしいです。あ、来ました。黄色ゆい。黄色いじゃねえよ。くそ。黄色ゆい。誰だよ、黄色ゆいって。合ってるけど。黄色ゆい。あ、くそ。ちょっとずつ近づいてるけど。ヒーローでいいのかな。はい。やったー！ヒーローゆい。これね、私の実況知り合い、お友達でも答えられる問題でしたね。なるほど、なるほど。いやー、でも、中級の方が俺、いけるわ。嫌なのよ、なんか、ね、喋れる動物クイズはもうやりたくないのよ、俺。苦手だから喋れる動物クイズ。まあ、ちょっとこれ、ね、ちょっと尻上がりになってきたので、あ、もう一回押しちゃった。ちょっと待ってね。じゃあ、あれか、人の作ったなんか作品というのを、ちょっとこれやってみたかったね。オリジナル問題ってやつ。キャッチコピー付きゲームタイトルクイズ。これもまあ気になるな。やっぱゲーム得意だから。じゃあまずちょっと初代ポケモンクイズやりましょう。これもう151匹だから。どうしようかな。水タイプが一番、水と草が一番多い。水タイプ？草タイプ？はい。あれ？飛行タイプ？おお、飛行タイプ含まれてる。はい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 。強い？ちょっとインチキな質問。スピードと攻撃力が高いです。誤算系？おお、最初の選べるポケモンではないです。ドラゴンタイプ？待ってね、ドラゴンタイプだったらもう確定なんだけどね。ドラゴンタイプ？おお、虫タイプと飛行タイプのポケモン。これもうストライクじゃないの？緑色？来た。ストライク。早ーい！早ーい！ちょっともっとやろう。早いね。草タイプ？おい。水タイプ？飛行タイプ？ストライクじゃねえだろうな。ストライク。おお。飛行タイプも持たないですね。ちょっとどういうこと？矛盾してますけど。虫タイプ？あ、違う。あ、じゃあ、ストライクじゃないんだな。ここ矛盾してるのはちょっと一回置いとこう。強い？インチキ。攻撃力が高いんだ。なるほど。ノーマルタイプ？
違う。じゃあちょっと他の側面でいこうか。伝説のポケモン？この可能性もあるよね。伝説のポケモンじゃない。まあ、あの4つではないってことね。まあ幻、うん、伝説のポケモンではない。岩タイプ？おお、ゴロニャ系かな。まあ、ゴロニャかサイドンみたいな感じだな。サイに関係する？別の動物がテーマ。え、岩タイプ。水タイプじゃない。岩タイプだけ。ゴローニャ、待って。進化する？これいいんじゃない？いい質問。進化しないです。進化前はある？どうだ？進化前あり、岩タイプで進化しないポケモン？プテラだな、これ。プテラ。あ、でもプテラ飛行入ってるか？お？プテラ飛行、お？プテラは飛行。あ、でも飛行タイプ入っててるもんね。はあ、じゃあ、でも早かったね。じゃあラスト行こう、ポケモン。草タイプ？やっぱポケモンは精度高いね、俺。水タイプ？おう。飛行タイプ？まず一番多い3つを聞くのよ。俺、違う。強い？これ、キラー質問なのよ。プラスおまけくれんの。とても特別で強力な存在です。伝説のポケモン？ミュウツーじゃないこれ。エスパータイプ？はい。ミュウツー。確定じゃん。あ、まあ、待って。まあ、ミュウの可能性もあるけどね。ミュウツー。まあ、ミュウは幻だから伝説じゃないもんね。オッケー！ちょっとやっぱ、ポケモンは強いね。うん、間違いなくポケモンは強いです。まあ、こんだけしかなかったもんね。じゃあ、初代ポケモンクイズはもう一回置いといて、行こうか。キャッチコピー付きっていうのも意味わかんないけど。なんだキャッチ、これ一番やられてるもん。え？これは呪いか、それとも罰か。え？何？キャッチコピー、初めに教えてくれんの？何それ？これは呪いか。え？何？ダークソウル的な？え？プレイステーションのゲーム？プレイで、他のプラットフォームでも可能です。何これ？ダークソウル関係ある？おお、雰囲気が似てるかもね。それは呪いか、それとも罰かどうか知らないんだよな。他のプラットフォーム。戦う？まあ、戦おうわな。ゲームなんていうのは9割戦うからな。剣使う？ああ、そうだよね。これは呪いか、それとも罰か。任天堂の作品じゃないんだよな、プレステでできる時点で。それはもう間違いない。俺があんまやらないタイプだよな、これ。それは呪いか、それとも罰か。デモンズソウル関係ある？なんかそんなキャッチコピーついてそうなんだよな。このゲームは別の作品です。なんだこれ。最近の作品？これ大事。2010年。もう結構新しめというか。あんだこれ。俺あんま知らないんじゃないかな。2010年代ってことはもう、ここ最近じゃないけど、もう実況始めてからはもう間違いなく出たようなゲームか。で、プレステで最近出た。ゲーム実況で人気？聞いてみよう。はい。特に感情的なストーリーと美しい音楽が人気です。剣を使う。主人公は男？あれじゃない？俺やったことないけど。ニーヤレプリカント。違う。じゃあもう一個か？なんだっけ？なんて言うんだっけ？やってないからな。ニーヤオートマタ。こんなんだよね。うわー、来た。全くやってないけど、でもなんとなくの雰囲気で分かったわ。もうなんか時代とゲームやっぱ得意だね。その日アームズが目覚めなければ、そこはただの荒野でしかない。何このキャッチコピー。え、アームズってなんか漫画あるけどね。
なんだこれ、ちょっともう ほぼ答えみたいな、知ってたらほぼ答えだけどな。アームズ、アームズ、プレステになんかありそう、プレイステーションの作品、アームズ、はい、そうだよな、プロジェクトアームズみたいなのなかったっけ。え、プロジェクトアームズどう、いや、ないか、待って、ちょっと待って、プロジェクトってつく？つきません。なんだこれ、 RPG？ いや、あるんだよ RPG に。でもそれっぽい、なんかこのアームズっていうさ、つく感じのなんかあんだよな。なんだろう、なんて聞けばいいんだ、もう、あ、そう、 ワイルドアームズだ、そうそう、それこれでワイルドアームズあるよね。おお、ちょっとでも、ちょっとな、なんかちょっと違うわこれ。キャッチコピーあるがゆえに、なんか答えがもう決まっちゃってるし、ちょっと難しいな。名台詞と語尾から推理する日本のアニメ、これもやってみましょうか。俺を天下に連れてってくれ、なんだこれ、誰だ、秀吉か、これ名言ってことだよな、名台詞。天下、ヤンキー漫画かな、ヤンキー漫画、うん、歴史漫画、俺も知らないねこれ。天下に連れてってくれ、え、キングダムと関係ある、中国関係ある、キングダム。早すぎ早すぎ、あんなの風で偉い人にわからないんですよ。機動戦士ガンダム、おいおいおい、機動戦士ガンダム、ああ、ごめんごめんごめん、機動戦士ガンダム、何回ガンダムって言うんだよ俺。これわかるよさすが、なぜわかるんだ、質問3回以内で正解っていう実績を解除しました。ちょっとなー、ちょっとこれも知ってるか知らないかになっちゃうな。あー、まあ、ポケモンぐらいが一番ね面白かった。じゃあほぼ全国チェーン店行こうか、これちょっと幅広いっちゃ幅広いもんね。ハンバーガー関係ある、おう、関係ない。日本の企業、ファミリーレストラン、これ面白いね、ちゃんとやってるわ。ファミリーレストランではありません。で、ハンバーガー屋でもない。喫茶店、飲食店なんだもんね。喫茶店でもない。丼物屋、これいいんじゃない、吉野家とか。うどん、うどんを中心にした花丸か丸亀、香川関係ある、おう、香川で創業された、これこれまさに丸亀じゃない、丸亀製麺。いやー早いねー、漫画よりも簡単だな。ハンバーガー関係ある、おう、他のじゃの食品。丼物関係ある、滑舌が悪かったです。丼物関係ある、デザートやお菓子、お、変わったね。喫茶店、ん？ん？通った通った、はてな。じゃあ、え？アイスクリームを提供するお菓子なし、シャトレーゼだっけ、安い、シャトレーゼってめっちゃ安いよね、最近なんか問題になってたけど。シャトレーゼ、うえー、わ、強い強い強い、いいね。ハンバーガー関係ある、これからスタート。喫茶店、おい、もっと特定の料理、特丼物、牛丼屋とか絶対出てくるんだよな。丼物はメインメニューではないよ、ここのヒント大事なんだけどな。丼物でもない、喫茶店でもない、麺類関係ある、ラーメン屋、麺類はメニューの一部に、ファミリーレストラン、違う、麺も関係ある、麺あるとこって丼物も、あ、でもメインメニューじゃない、丼物も麺もメインメニューではないんだな。日本の企業、はい、日本の企業、なんだろうな、食品が
あー、丼物でもない、ハンバーガーでも喫茶店でもない、飲食店、ファミレスでもない。え、難しいな。麺類もあって丼物もメインメニューではないけどあるんだよな。え、難しい。知らないかな、行ったことないかな。いっぱいある。頭悪い質問。さまざまなメニューがありますよ。また特に人気なものがいくつかあります。なるほど、人気なものがいくつかある。中華料理、お、中華料理、バーミヤンとかそういう系か。餃子美味しい、お塩とか。特にニンニクの匂いが控えめな。将棋関係ある名前、いいんじゃない。いや、これ分かってないだけじゃない、王将的な。ニンニクの匂いが控えめな餃子が得意です。ニンニクの匂いが控えめな餃子、何ニンニクの匂い、ニンニクの匂い。長崎関係ある、ちゃんぽん、あん、関係ない。行こうか、回答。餃子の王将、餃子の王将、違う。中華料理屋、バーミヤンとかって、バーミヤン、あ、ライフあったん、クソ、やられた。大阪王将、腹立つ。腹立つ、別れた方。餃子の王将じゃなく、餃子の王将と違って大阪王将はニンニクの控えめなんだ、そういうことなんだ。腹立つ、大阪王将なんかい。ハンバーガー屋、お、コーヒー、喫茶店、間違いないよなこれ。来たね、喫茶店 何個かあるからな。ケーキを提供している、あ、でもこれ全部してるよな、スイーツ、はいはいはい。日本の企業、お、日本の企業、なんかなんだっけ、スタバとかは海外じゃん確実に。で、なんだっけ、あのでっかい食べ物出すとこ、でっかい食べ物出すやつとか、多分それ日本なのかな、わかんないけど。フラペチーノとかある、きた、スターバックス、おいスターバックスコーヒー、あ、面白いね、これ好き、うん、ちょうどいいね、うん、なんかちゃんと推理していく感じがすごい好きですね。平成アニメ主題歌タイトル、これ難しいよな絶対。ハンターハンター、ちょっとな、1000万部以降発行作品、みんな大好きニコニコ動画クイズ、なんだこれ、やってみるか、一回だけやってみるか、これ大丈夫か、これやっていいのか、これ、え、動画を当てんのかな、これ動画を当てるんですか、動画でゲームに関する情報、え、ゲーム実況関係ある、え、ゲーム実況の中でそのフレーズが使われる、これ、え、え、今も活動している、え、え、コミュニティ、え、え、ゲーム実況者なのこれ、ゲーム実況のワードってこと、ゲーム実況者の挨拶、まさかな、あー、違った違った、うぬぼれるとこだった、私は今うぬぼれておりませんから、別のゲーム実況者のなんかフレーズってことかな。いや、待って。ゲーム実況全体で使われるフレーズってことかな、これ。っていうコメントか。コメント？おー、すいません。ゲーム実況者が使う言葉？何を当てるかがちょっといまいちわかんないな。ゲームプレイ時に使われることが多いです。なんだそれ。ゲームのプレイ時。任天堂のゲーム？ってこと？任天堂のゲームではありません。え、どういうことだこれ。何を当てるんだこの、みんな大好きニコニコ動画。何を当てんのこれ。こんちゃーす。
質問を始める準備はできてる？返されてる。ゲーム実況者が使うことは、ゲームプレイ時に使うことが多い。ゲームのプレイ時に使うこと、言葉？何それ？で、ニコニコ動画の、何言ってんだこの人は。ニコニコ動画で流行りの言葉？ニコニコ動画で広まりましたね。マジか。ゲーム実況とかが回答だったりするのかな、もしかして。ゲーム実況。例えばこれが答えみたいな。あ、違うか。こんな違うか。待って、ライフ1しかねえからな。もうできねえぞ。まあ、ゲーム実況はニコニコで広まった文化ではあるから、みんな大好きニコニコ動画クイズではあるけど、ゲームのプレイ時に使われることが多い。ゲームのプレイ時に使う言葉で流行ったってこと？何これ、どういうこと、何言ってんのこの人。歌ってみた関係ある？もし何言ってるんですかこれ。歌ってみたとは関係ありません。ゲーム実況、和骨みたいな、いや挨拶だもんね、コメントじゃない。ゲームプレイ時に使われることが多い。下手くそとか？ネガティブな言葉？ポジティブな文脈でも使われることがありますよ。これマジでわかんないな。なんだこれ。おいおい、ニコニコ動画ちゃんと言うたって、まあね、何年ぐらいいたんだ？ 5 年ぐらい？と言ってもさ、やっぱ YouTube に行ってからのが圧倒的に長いんだよな。なんかこれ、まあ多少違和感を感じてしまうというか、まあそうなんだけどさ、全然 YouTube の方が長いのはそうなんだけど、なんだろうね。初めの5年がちょっと濃すぎたのかな。全然わからんわ。諦めるしかない。何を聞けばいいかもわからん、これ。ちょっと、しゃあない。何？そんな装備で大丈夫。エルシャダイか。あったなー、それ。あったなー、その流行り。難しい。無事。むずすぎるよ。エルシャダイとかそもそもやったことないけど、どんなゲームかも知らないんだよな、結局。言葉とか、なんかその CM だけが流行っただけで、ゲームのプレイ自体はそんな流行ってないんだよな。あったなー、そんな装備で大丈夫か。いや。面白いな。まあ確かにあったなとは思ったけど、もうさすがに出てこないな。あ、ドラえもんの秘密道具50も。こんなんやる、こんなんいけるに決まってる。今、何やってると思ってんの実況。よくドラえもんが出す道具ですか？まずこれね。はい、ドラえもんが出す道具、よくかどうかなんだよ。空を飛べますか？それは飛ぶのどこかに行く秘密道具ですか？例えば未来とか。特定の、あれだ。時間系でもない。これどうか、食べますか？こんにゃくこんにゃくとか、桃太郎印とか。飲むためのもの、食べるものである。飲むんだ。飲む秘密道具？ちょっと改めてね。飲むことができる秘密道具。嘘が関係しますか？来たね。来たー。嘘、800。あれ、間違えたわ。嘘、800。ちょっと待って待って、合ってんだって。合ってんの。なんて書けばいいか分かんないだけ。嘘、8。これでいいのかな？いや、合ってんのよ。嘘800。でも隠されてんな。嘘800じゃないの？ちょっとググっていい？嘘800の書き方。嘘800だろ、これ絶対。嘘関係する。書き方見るわ。あ、嘘っていうの。あ、嘘800って書くのか、800。そうか。これでしょ、これでしょ。あ、来たー。書き方確かに分かんなかったな。
はい、まあこれはいけたってことだよな。はい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 、じゃあちょっともうちょっとドラえもんのひじとくやらせてくださいよ。得意ですから。どこかに行く道具。おお、時間や場所を選べます。どこでもドアじゃん。どこでもドア。時間と場所選べんだったら違うんかい。未来に行く。21世紀行く。もうタイムマシン、これも確定でしょ。ええ、オッケーオッケー。まあ、こんなん簡単よ。嘘A と O を答えてるんだっちゅうの、こっちは。どこかに行く道具。翻訳こんにゃく。もうバカにされてんな。はい、もうバカにするなっていうの。ヒントくれたし。どこかにいる道具。間違えた。どこかに行く道具。ほい。移動するためのものじゃない。来たね。簡単なのが続いたもんな。食べる道具。食べる道具じゃない。戦う道具。これもあるもんね、結構。空気砲とか。戦うための道具ではない。移動する道具ではない。大きい道具。大きさは特に関係しない。通常は小さな道具を収納しています。通常は小さな道具を収納している。どういうことだ。光を出す。ビッグライトとかじゃないってことだよな。風呂敷に包む。ちょっと待ってね、これ。別の形で扱われますよ。風呂敷、そういうことじゃないのよけど。なんだろうな。大きさが特に関係しないっていうのはちょっと難しいな。小さな道具を収納してますよって、これ4次元ポケットってこと？ポケット関係ある？あれ？ 4 次元ポケット。まあ、これも秘密道具だもんな。違うの？物を収納するためのスペアポケットか、もしかして。スペア？具体的に。ドラえもんの体についてる？違うのかな？普段は別の場所にありますよ。スペアポケットじゃないのこれ。多分。押し入れにある？布団の間に入ってるの。あー、来たー。スペアポケット。これちょっと意地悪だねー。そっちじゃないんかいみたいな。うわー、これなんかすごい。なんかアバターもらった。なんかこれすごい質問だね。面白い。ドラえもんはもうちょっと極めたと言ってもいいかもしれん。面白いな、人が作るやつもね。みんな大好きニコニコ動画クイズ面白いな。有名配信者。なるほど。もしかしたらあるかもしれんけど、やめとこうか。やめとこう、一応。遊戯禁止カードクイズ。新しいの分かんないからな。任天堂ハードでできる。多分有名な。ドラゴンボール固有名詞クイズ。ドラゴンボールを知らない人には申し訳ないけど、俺ドラゴンボール割とめっちゃ詳しいというか、ワンピースとドラゴンボールはかなり自信があるんで。固有名詞ってキャラクター入るのかな。キャラクター？キャラクターではない。技です。はい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 。気を出す？はい。技を使う際にエネルギーを貯める必要があります。ほら。亀仙人に教わった？亀仙人から教わった技ではない。亀ハメハではない。ピッコロが使う？気を貯めるといえば。魔漢光殺法ではない。サイヤ人が使う技？おい、サイヤ人が使用する技の一つです。ベジータが使う？ベジータが使う技はもう他のやつ使わないのよ。
いっぱいあるよな。気をいっぱい使う。手から出る？これでもう来たな。これギャリック砲。あ、砲違う、砲違う。砲はこれ、これ多分正解。ギャリック砲じゃないだと？自爆技？自爆は大きなリスクを伴います。ファイナルフラッシュって自爆技だよな。でも大きなリスクを伴う。大猿になるとかじゃないよな。でも木から手を使ってエネルギーを放出します。攻撃技？なんかおー、やっぱ攻撃技だよね。なんかね、なんだっけ、満月ボールみたいなの出すみたいなのあるけど、パワーボールだっけ。なるほど。ファイナルフラッシュかビッグバンインパクト。ビッグバンアタック、どっちだろうな。爆発する？おう、衝撃的な結果をもたらすことがあります。ビッグバンアタックよりもファイナルフラッシュの方が衝撃的なイメージあんだよな。ファイナルフラッシュ、よっしゃー。半分自爆技なんだけどねこれ。あ、でもいけたよこれ。結構ドラゴンボール詳しいと思われたかもな今の。技の名前、人の名前ってことよな。彼は特定の技の名前持っていません。なんか聞いてないことを聞かれてるけど、人の名前、人の名前じゃない。キャラクターの名前、悪魔の一種だよ。何言ってんのこれ、ちょっとこの人なんで答えられないんだよ。キャラクターの名前ってどの固有名詞か知りたいのよ。悪魔の一種、え、なんで答えられないの。サイヤ人、別の種族のキャラクターです。悪魔の一種、王様、このキャラクターは王様ではありません。なんか悪魔に、まあ魔界のプリンスみたいなね、いたりするんですけど、それではないのかな。宇宙人、そのキャラクターは合っててるから。地球人、そういうの、そういうんじゃないのか。悪魔だから彼は魔族の一員です。ピッコロ、ナメック星人、あ、悪魔の魔族、魔族ってピッコロが出した、ピッコロ大魔王と関係ある？どうだ？あ、彼の命令に従ってます。なるほど。卵から生まれた？あれ？ピッコロ大魔王と関係あるのに卵から生まれてない？そんなことあんの？ピッコロ大魔王のやつは大抵卵から生まれてるけどな。難しい。楽器の名前関係ある？あれ？ちょっとな、これなんかね、ピッコロ大魔王から生まれたキャラクターっていうのは全部タンバリンとかピアノとかドラムとかそういう名前なんですけども、クリリンを殺した？ああ、殺してません。悟空にやられた？これ大事よ。別の相手に敗北しました。なるほど。誰に敗北した？いるキャラクターそんないないからな。別の相手に敗北した？めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。え？ほぼほぼピッコロ大魔王の部下はほぼほぼなんか悟空にやられたような気が俺はするんだけど、え？ピアノかな？でも誰かにやられたのか。ピアノ、いけ！いやー違う。ピアノは戦わないんだよね。だから生まれてないのかなと思ったんだけど、ほぼ悟空にやられたような気がするんだけどな。
誰が誰か分かんないな。ドラムにしてみようか。ドラム、あ、ドラムではありませんって言われた。あ、ここで聴けるじゃん。タンバリン、めっちゃラッキー。あれ、なんだっけ、あともう一人。シンバル、違う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 、シンバル、おー来たシンバル、ちょっとずるいな。シンバルむずむずいむずいむずい、マイナー寄りだってこれ。シンバルはちょっとマイナー寄りなのよ。あ、でもドラゴンボール詳しいとこは見せれたからよかったとしよう。もっともうちょっとなんか有名なの出してくれるかと思ったらめちゃくちゃ難しい問題出したな。やっぱ初期ってあんまりね、読み返す回数少ないし、後々に出てこないから難しかったりするんだよな。ネットに癒せた人キャラ面白いね。なんかいろいろあるな。ポケモンの技、いやこれ300万の今の技わかんないからな。そんなにディズニーキャラクター、お笑い芸人、なんかいっぱいあって面白いねこれ。レトロゲームとかあれは最高だったんだがないので、セガクイズ、いやちょっとこれ結構難しくそうだな。最近の呪術廻戦全部読みました終わると聞いて読みました。すごく難しかったけど面白かったな。ファミコンタイトルあるじゃない、行かせていただくぞ。ハドソン、ハドソン確定なんだ。ちょっとみんなには何も面白くないかもしれんけど、アクションゲーム任しといて。プログラミングツールちょっと何それ、ハドソンでプログラミングツール、何を言ってんの。え、なんだプログラミングツールって、ちょっとマジで何を言ってるか分かんないんだけど、なんか超特殊なもの聞いたかも。ハドソンのゲームで合ってんだよねこれ。ハドソンと共同開発されても何を言ってんの。プログラミング、あ、ファミリーベーシックってこと？ファミリーベーシック。これプログラミングツールです。すご俺。すご。ちょっと気持ち悪いかも。なんかすごい。ファミコンでなんかね、プログラミング打つソフトって、なんか多分ファミリーベーシックぐらいしかないから言ってみたんですけども。すごいね。やるな、俺。じゃあ最後、一個やって。終わろうかな。動物園にいる動物103選いこうか。これ解いて5分で。哺乳類103の中から当てんの難しいからな。鳥類、なるほど。ピンク色、ピンク色じゃない、フラミンゴじゃない。夜行性、フクロウじゃないこれ、フクロウ、違う、ミミズク、もしかしてフクロウ関係ある、ミミズク関係ある、ミミズクと関係あります。ミミズクじゃないんだな。ミミズク違う、関係あるのに。フクロウとミミズク以外のフクロウ系の鳥類の名前僕言えないけど、どうしよう。何それ、なんて言えばいいのこれ。フクロウ、フクロウじゃない、フクロウの仲間、うわ難しい。フクロウとミミズク以外の名前わかんないって、なんだ、何種類。フクロウとミミズク以外の種類なんてマジでわかんない。こんなわかる人いんのこれ。これ無理だ、無理だ。おお、このはずく、ちょっとなんかこう種類じゃん、もう種類も入ってるよこれ。ちょっとなんか秋田犬とかそういうさ、なんか犬でいいのにさ、なんかこうプードルとかそこまで行っちゃってる。ちょっとやりすぎだなこれ。ちょっとやばいの引いたと俺思いますこれ。哺乳類、もうちょっと簡単な飛行よ。今のなし。はい、哺乳類ね。大きい？おう、そんなに大きくない。小さい？小さい。はい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 。木に登る？猿とかね。木に登ることが得意です。
オーストラリア関係ある？コアラとかね。はい。猿関係ある？霊長類。はいはいはい。ゴリラじゃないよな。日本関係ある？日本猿とか。動物園もあります。はいはい。まあこれじゃ分かんないな。バナナ好き？彼らバナナ食べることがありますよ。まあそうだろうな。ボスがいたりする？ボス猿の山とか。階級がない。あ、じゃあ猿じゃないかもな。チンパンジーとか。チンパンジー6文字？こういうのもありなのかな。チンパンジー来たー。おお、オラウータン。オラウータン。ちょ、何スローロリス。いや、あんま分かんない。あんな分かんない。スロー、ちょっとむずいって。さっきからちょっとむずい。スローロリスって、なんだっけ、あの、なんか、怠け者みたいなやつだっけ。なんかちょっと、手がさ、爪が尖ってて。ちょっとこれ、ちょっと、きついよ、これ。難しすぎるよ、これ。ちょっと難易度高すぎましたね、これ。やってるわ、これ。もうちょっと簡単だね。もうちょっと簡単な感じでいこうよ。もう少しだけでいい。もう少しだけ簡単なやつで、ちょっと頼むわ。それで終わろう。果物クイズ。果物クイズ。うん。これもちょっとな。あ、でも、あれなのかな。ハドソンって出たのは、たまたまハドソンだったからヒントでくれたのかな。ゲームの主人公、行きましょうや。RPG。 はい、アクションゲームね。はい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 。レトロゲーム。はい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 。ファミコン関係ある？はい、ファミコン。ディスクシステム用のゲーム。任天堂が出した作品。ディスクシステムはちょっとレアだよ。任天堂が手掛けた作品。任天堂が手掛けた作品のゲームの主人公。マリオ。マリオ関係ある？同じ会社のキャラクターです。なるほどね。オクションゲーム。ディスクシステムって結構むずいよ。あんまりディスクシステム集めてないの俺、あんまり。任天堂。でも任天堂のゲームなんだもんね。スポーツ関係ある？スポーツは関係ありません。任天堂のゲームってマジで少ないからね。あのディスクシステムとかになってくれても。アクションで任天堂が出したディスクシステム。マリオ関係ない。え？ドンキーコング系はね、ディスクシステムでは多分出てないのよ。え、バイク？エキサイトバイク？え？なんだ？え？ディスクシステム？え、ちょっとむずいの引いた。スポーツ関係ない。え、なんだろう。ディスクシステムにはスーパーマリオブラザーズ2とかなんだけど。歴史関係ある？あー、歴史関係ないか。なんだ。当てて。レトロゲームだからな。ちょっとな、出てこねえな。ディスクシステムのアクションゲームの主人公。おじさん？おじさんではない。男？まあ、ほぼ男だよな。はい。若い？少年のキャラクターね。もうマリオでは絶対ないな。少年が主人公のアクションゲームで、任天堂が手掛けたディスクシステムの作品。ディスクシステムというのはファミコンのゲーム、ファミコンになんかちょっと周辺機器みたいなのつけた、ちょっとなんかディスクっぽいね。なんか、ちょっと容量が増えたっていう、あの、ハードなんだけども。でも、任天堂のキャラクター、あ、わかった。あれだ。ピット。
正解だ。あー来たー、パルテナの鏡。俺もスマブラ出てるもんね。確かにディスクシステムだ。うわー来た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 。でもちょっとこれマイナー、まあスマブラ出てるからマイナーとは言わないけど、スマブラの方が有名よな多分。任天堂の作品？おい、レトロゲーム？RPG？ どこからどこかレトロゲームかわかんないけど、アクションゲームね。ファミコン関係ある？おお。シリーズが出てる？他にも続編がありますよ。カプコン関係ある？カプコン関係ない。コナミ関係ある？ゴエモンとかね。あら、歴史関係ある？やっぱ歴史もの、忍者とかあんのよ。おー、歴史に関連する作品ね。忍者関係ない。ちょっと難しいぞ。忍者じゃない。侍？どうだ、侍ではない。言い切ったね。歴史に関係ある、舞台は日本？舞台は異なる場所に設定されてます。歴史関係ある。ファンタジー関係ある？アクションが、ファンタジー要素があるアクション。ちょっとこれ難しいぞこれ。スーパーファミコンにも出てる？出てない。ニンテンドースイッチ関係ある？関係ない。じゃあファミコンに出てる日本関係ないアクションゲーム。アクションゲーム、カプコン、コナミ関係ない。男？はい。少年？少年じゃない。おじさん？そのキャラクターでありません。歳をとってる？あ、1980。古いねー、めっちゃ古いなー。生まれてない可能性が全然あるんだ。アクションゲームの主人公、これマジでむずいなー。シリーズは出てる。他にも続編があります。ニンテンドーとかじゃないとパッと出てこないね。戦う？アクションだから戦うよな。敵を避けて進むゲーム。あら、なるほど。だいぶ古いゲームだな。攻撃方法がないんだもんね。シューティングではない、アクションゲーム。敵を避けて進む。敵を避けて進む。男。対等のゲーム？対等の言葉違うけど。あ、そうじゃないのよ。なんて言おう。対等、サンソフトのゲーム？違う。ジャレコのゲーム？ちょっとあんまりね。別の会社から発売。いや、難しい！難しい！ゲームメーカー多すぎんだよな、ファミコン時代。80年代に登場したキャラクターで男。いや、これわかんないな。悔しいな。なんて聞けばいいかわかんないんだよな。避けて進むだけ。基本的にやっぱ攻撃方法はあんのよ。どんなゲームでもあっても大抵はね。ただ避けるだけ。そうね、爆弾とかも確かにな。サンソフト。相当古いゲームだと思うんだよな。避けるだけ。ボスいる？進むんだ。ボスもいないの？避けるだけ？ちょっとあんまりこう人気出たゲームとは思えないな。ボスだけっていうのね。じゃあボス避けるだけ、ボスもいないってこと？なんかもうなんかファミコンとかより前のゲームに感じちゃうけどね。主人公男で避けるだけ。パックマンとかそれ系か？そう、もうそういうレベル？人間？マッピー。
違う、避ける、ナムコのゲーム、あーくそバボー、あーいやーそうか、あーマイティボンジャックの、あー好きなゲームだった。ちなみにテクモのゲームかな、マイティボンジャック。いやちょっと待って、テクモのゲームかな、うん、いやちょっと悔しいな、これ難しいな。ジャックまあ確かにな、戦うことは確かにしないか、なんかアイテム取って敵が全滅とかあるけど、いやちょっとこれもうみんなに気持ち悪い感じで終わっちゃうから、気持ちよく終わりたいの、一応気持ちよく終わりたい。ちょっと難しいな、悔しいな、何ぐらいがいいかな。国語の教科書クイズどうだ、いけんのか、いや無理よな、あんま覚えてないもんな。滝廉太郎ぐらいしかわかんないのよ、スイミーとかさ。あーちょっともうみんなも確実にわかるようなさ、パッと答えてさ、パッと終わるような感じの、そういう感じでいきましょうか。昆虫博士用、誰ができんだよこれ、昆虫博士用のクイズ。長寿テレビ番組、これいけるでしょ、これいける。クイズ番組、おう、トーク番組、アメトークとか徹子の部屋とかね、おお、トーク番組じゃない、MC は男の人、おお、男の人、お昼に放送されてる、通常は早朝や夕方に放送されることが、早朝、ワイドショー、ワイドショーではない、早朝、何早朝って、ニュース番組、あ、ニュース番組、早朝じゃん、え、早朝、何これ、なんだろうこれ、 MC 男の人、え、何番組だ、バラエティ番組、バラエティ番組じゃない、え、何それ、天気予報、そのジャンルではありません、何の番組なんだこれ、青が1個しかないんだけど、何なんだこれ、早朝に放送される、長いんだよな。フジテレビ、 TBS、 まあ一応ね、テレビ東京、日本テレビ、ずる、日テレでもない、え、 TBS、 日テレ、テレビ朝日、 NHK か、あ、テレ朝か、テレ朝、ちょっとあんまこれ、これで聞いてごめんやけど、あんまりわかんないかも別にね、朝テレビ見ないからな、夜しか見ないからな、夕方にやってるっていうのはどういうことだ、再放送される、再放送されることがあります、何すんの、テーブルゲーム関係ある、なんか囲碁とかさ、関係ない、何これ、マジでわかんないんだけど、人気お笑い芸人出てくる、え、楽しいキャラクターだ、だから夕方、早朝と夕方、日曜日に放送される、 いえ、え、テレ朝の子供向け番組、子供向けの番組、ポンキッキーズとかはだってフジテレビだもんな、あ、子供向けの番組、毎日やってる、あー週に一度の放送、へえそうなんだ、でも日曜とかじゃないんだ、平日にやってる、へえ、朝に戦う、特撮とか基本的に戦わない、
何それ、テレ朝で子供向け番組アニメ MC って言ってたよな、 MC って言ってたよなお前アニメ戦わないだから特撮じゃないよな、アニメ、アニメ、テレ朝のアニメ、女の子が好き、あーまあそう、それはね、そりゃあそうだ。え、何言ってんのこれ、再放送され、ええ、テレ朝のアニメ、なんかお邪魔女ドレビとか見てたな、テレ朝デジモン、でも戦うな、いやこれ分かんないわ、悔しい、何ドラえもん、テレビ朝日、確かにドラえもん、早朝にドラえもんがやってない、早朝にドラえもんやってんのかな、夕方、確かに今夕方だな、夜、でも俺の時代夜だったけど、悔しい、戦う、悔しいな、女の子も好きだよドラえもんは、平日、あーちょっとなんか、そうか、テレビ番組、くさー、悔しい、気持ちよく終われない、気持ちよく終われないよこれじゃあ、もう仕方ない、気持ちよく終われないな、もうちょっともうどうあがいても簡単なんでいこう、どうあがいてもな、もう絶対いけるやつ、絶対いけるやつでいこう、果物食いでいくわ、もうこれ、もうこれで終わるから俺は、甘い生食厳禁で、何これ、酸味きた、オレンジ、待ってオレンジ色がいいかな、オレンジ色？きた。レモン。違うんかい。違うんかい。酸味、あ、すだちとかそこまである？料理に使われる？おお。和食に使われる？おお。和食によく使われます、すだち、3文字、任せろ、これはまあまあ難しいよ、すだちだったら、すだち、皆さんレトルトは、待ってすだち、こんな難しいワードのね、果物を当てました、2文字じゃねえか